ミズーリはアメリカ海軍の戦艦、メイン級戦艦の2番艦。艦名はミズーリ州にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。ミズーリは1900年2月7日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、1901年12月28日にエドソン・ゴールデッド夫人によって命名、浸水、1903年12月1日に 初代艦長ウィリアム・エス・コールズ大佐の指揮下収益した。収益後来た大西洋艦隊に配属されたミズーリは、1904年2月4日に大焼け身のためのオフォークを出港し、バージニア・ミサキ沖での大焼け身を呼び、カリブ海での艦隊演習に参加した。4月13日、砲撃訓練中に、後部砲塔内で砲撃後の火炎が、創薬に引火し、火災が生じた。 爆発は起こらなかったが、火薬の急激な燃焼で36名が窒息した。迅速な対処により大きな損害は生じずに済み、3名の乗組員が勇敢な行動により、名誉勲章を受賞した。ミズーリはニューポートニューズで修理を行った後、6月9日に地中海へ向けて出港し、12月17日にニューヨークに帰還した。翌年は東海岸沿い及び、 カリブ海で艦隊演習に従事し、1907年1月17日から1月19日まで、ミズーリはジャマイカで発生した地震の被災者支援をキングストンで行った。4月にはジェームズタウン博覧会に参加した。1907年12月16日にミズーリはグレートホワイトフリートに加わり世界巡航に参加、ハンプトンローズを出航する。艦隊は、 セオドア・ルーズベルト大統領の関越を受け、その後カリブ海及び南米東海岸の港を訪問、ホーン岬を回って、ペルーとメキシコを訪れた後、1908年5月6日にカリフォルニア州サンフランシスコに到着した。7月に艦隊は西に向かい、ハーイ州ホノルルを訪れた後、ニュージーランドとオーストラリアを訪問、10月2日にはフィリピンのマニラに到着した。 その後日本の横浜に向かい、横浜ではこれまでにない歓迎を受けた。続いて、中華民国アモヨを訪れたアトセイロン島、スエズを経由し、地中海東部の港を訪問した。1909年2月6日にジブラルタルを出港し、艦隊は2月22日にハンプトンローズで再び、ルーズベルト大統領の艦越を受ける。 アメリカ海軍の異様を世界に知らしめる任務は大きな成功で完了した。ミズーリはその後1910年5月1日にボストンで予備役艦隊入りするが1911年6月1日に最終駅し大西洋艦隊に加わり東海岸を呼びカリブ海で艦隊演習に従事した。1912年6月にミズーリは 海兵隊員を乗せ、ニューヨークからキューバに向かい、同地での正常不安に対して、アメリカ合衆国の権益保護のための任務に赴いた。翌月には、海軍兵学校生を訓練のため上官させた後、1912年9月9日にフィラデルフィアで退役した。ミズーリは1914年3月16日に、最終役し、海軍兵学校生のヨーロッパへの下記。 訓練巡航のため、イタリア及びイギリスへ向かった。12月2日に、フィラデルフィアへ帰還し、1915年4月16日に、再び海軍兵学校生の訓練のためカリブ海へ、巡航、パナマ運河を通過しカリフォルニアの港へ向かった。1915年10月18日には、フィラデルフィアの予備役艦隊入りするが、1916年5月2日に、 最終駅市東海岸及びカリブ海での訓練を行った後、冬にはフィラデルフィアで通常任務に就いた。第一次世界大戦へのアメリカ合衆国の参戦に、際してミズーリは1917年4月23日に最終駅市バージニア州ヨークタウンで大西洋艦隊に加わり、チェサピーク湾水域での訓練艦として訓練任務に従事した。 1917年8月26日にヒューロットマン少将は水ズーリを大西洋艦隊第二戦隊の機関に任命した。水ズーリは商船の護衛のため海外に派遣される数千の新兵に機関や砲術訓練を行った。第一次世界大戦の急戦に続いて水ズーは巡洋艦輸送艦部隊に配属され、1919 19年2月18日に ノーホークを出港、ブレストに向かい機関兵の輸送任務に就く。ミズーリは4度の航海で3278名の機関兵を輸送した。ミズーリは1919 19年9月8日にフィラデルフィアで退役し、1922年1月26日にフィラデルフィアのジョセフ・ジー・ヒトナー及びウィリアム・エフ・カトラーに売却され、 ワシントン海軍軍縮条約に基づきスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。